今回は自宅で簡単にできるやじろべえの応用編として膝をついたやじろべえを紹介していきます。このやじろべえというのはウォーキング50分相当をたった2分で同じ効果を得ることができると言われているエクササイズになります。痩せるために歩こうかなとか筋トレ後に歩いた方がいいのかなとかいろいろ悩んでる方も多いと思いますが、この2分、片足1分ずつバランス取るだけで体幹が鍛えられて姿勢が改善されてバランスが良くなるので、エクササイズのフォームが安定したり日常的に使われる筋肉が増えたり様々なメリットがあります。たったの2分です。一緒に動画を見ながら頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回膝をついたやじろべえを紹介していきます。足をついたやじろべえ、以前紹介したんですけども、意外と皆さん頑張ってできてました。今回はちょっとレベルが上がります。足の裏って意外とバランス取りやすいんですが、膝をつくとバランス取りにくいんです。片足1分ずつキープするだけです。動画を見ながら頑張っていきましょう。床が硬い方はタオルを用意してください。それではやり方を紹介します。以前は足の裏でバランスを取りました。今回は床が硬い人は膝の下にタオルを敷いてもらって、足の甲は床につけて片足上げてキープします。めちゃくちゃバランス取りにくいです。これを1分間頑張ってみましょう。周りに物がないところの安全な位置でやってください。バランス崩れたら足ついてもいいです。また足を持ち上げて残りの時間キープです。マジでめちゃくちゃ難しいです。体幹が身につきます。それでは行きましょう。1分スタート。このね、バランスが取れるよって方は手とか足とかちょっと動かしてみてください。だけどもうこの時点で結構難しいです。足の裏と違ってね、バランスが取りにくい。1分がねちょっと長いですね。これ本当にもうすでにね、もも裏とお尻に効いてる。バランス取れる方はね、また足伸ばしたりしてみて、足をね前に伸ばしてこうやって足を上げればね、腹筋も効きますし、反対の上げてる足をね後ろに動かせばね、もも裏も鍛えられます。ですがめちゃくちゃバランス取りにくい。あと少しです。おお、バランスがすごいいる。このね、足裏と違ってね、バランスが取れるっていう位置がねない。 OK、 よっしゃ、反対いきましょう。それではいきます。スタート。お、こっちまあまあいけるな。やっぱり人によってね、右足いけるけど左足はむずいとかねありますよね。こっちはまあまあ取れるな。なんでだろう。バランスがね取れやすい人はいろいろね、足を動かしたり手を動かしたりしてね、バランスを取りにくくして1分キープしましょう。こっちはまあまあいけますね。ここだっていう位置がなんかありますね。こっちはなぜかこれね、しっかりもも裏と、あれ、お尻でも中殿筋が鍛えられるので、お尻をプリッとさせたいとかね、下半身太りの人はね、この中殿筋が弱ってるので綺麗なお尻の形になります。あと少し。 OK です。今の難しい膝をついたバージョンやったからによって足裏でやるとバランスが多分取れやすいと思います。次、足裏で30秒ずつやってみましょう。それではいきます。スタート。どうですか。もうさっきの難しい膝やったので足裏めちゃくちゃ楽じゃないですか。どうでしょうか。もう全然余裕だよって方はね、足をねこうやって動かしたりしてバランスをね取りにくくしてください。こういう感じでね動いて少しです。どうですか。はい、 OK。 反対足です。ラストです。いきます。スタート。どうでしょうか。膝でバランス取れた人は余裕だと思います。なので体をね動かしながらバランスを取りにくくすることで体幹が鍛えられます。
通常歩くときってバランス取れますよね。ですがこういう片足立ちで止まっとくだけで歩くときよりも意外と筋肉多く使ってるんです。バランス OK。 お疲れ様でした。今の膝ついたやじろ、立ったままのやじろべ、片足1分半ずつでしたけども、やってみてどうだったよっていうのはね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。あんまりねエクササイズやってもバランス取れにくいっていうことはあんまりしないと思うんですが、こういったね片足で動くやじろべ、とってもダイエットにはおすすめです。今から歩いてみようかなとかね、暖かくなって散歩してみようかなと思った方は、家でこれ2分するだけでもね同じぐらい筋肉使えてますんで、よかったらね毎日やってみてください。全然できなかったのにできてきたよとかね、よかったらコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.